よろしくお願いします。よろしくお願いします。真ん中で、真ん中で、どうしましょうか。真ん中で。あ、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、おかけになってください。すいません。すごいね、だらーっとしたトーク番組なんで、ちょっと全然、あ、そうなんですね。肩肘張らずにお座り、ええ、ちょっと打ち合わせもね、してないですからね。そうですね。全く打ち合わせしてない。全く何もしてずに、うん、はい、すごい緊張する。こういうトークイベントってあんまりないですよね、一人でっていうのは。はい、そうですね、初めてです。初めてですよ。企画した甲斐がありましたよ、もう、ね、本当です。ありがとうございます。本当に企画してみたものの、緊張して何も喋れないみたいな。そう、こっからの南波さんにバトンタッチ。そうそう、普通のインタビューになる。インタビューになるっていう。いやいやいや、あ、もう率直に、もう、はい、もうあと10日ぐらいですよ。はい、そうですね。ね、今どんな気持ちなんだろうと思って。この間、はい、リアル中学を卒業したんですよ。あ、そうなんです。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。だから本当に卒業して、あ、もう本当に卒業なんだなって改めて実感が湧いた感じですね。まあでも逆に言っちゃえばあと10日あるんで、うん、だから本当にあと10日だけど、なんかその中でいっぱいいろんなものを残せていけたらなって今はすごい思ってます。もうあれですか、クワトロとあとは卒業式の、はい、ライブだけですか、残りは。そうですね。ですよね。そっか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 。あと2回ですよ。泣きそう。いや、もう昨日 DVD 見てるときはもう泣いてましたからね。ねえ、復習っていうか、今日お会いするために復習で DVD、うん、DVD を去年の卒業のやつ見てたんですよ。もうフライアウェイで泣いてましたね。もう1曲目じゃないか。早い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 んですけどね。そうそう、そうなんですよ。で、うん、そう、ね、ほとんど中学の3年間と桜学院の3年間一緒じゃないですか。はい、ほとんど ね、だからもう本当シンクロした状況で卒業を迎えるというところで、その心境だ、ただ明るくっていうね、はい、うん、よくいろんな雑誌とかでもね、それ明るくっていうのは何ですか、こう湿っぽいのは嫌なんですか。嫌いなんですよ、そういうの。なんか、そのだからねねどんとか、あ、もう泣きそうとかずっと言ってるんですけど、いや泣くなよ泣くなよって言って、うん、なんかあれだからなって言って、もなんか泣いて卒業式とか嫌だってずっと言ってて、ちょ、みんなにはなるべく泣いてほしくなくて、あ、みんなは泣いてほしいな。自分は泣かない。自分は泣かないけど、みんなには泣いてほしい。そうですね。でも逆に燃えてます、うん、みんながだから絶対スーさん泣かせるって。あ、ちょ、それはちょっといいバトルになるんじゃないかなって。バトルなの。わかんないけど。でも僕アルバムの九番かな、ラ番か忘れちゃった、サプライズ、あれ結構グッとくるものありますよね。もう号泣メーンです。号泣メーンです。あれ皆さんご覧になりましたよね。もうね、サプライズですね、あれ。そうですね、もうあれだけでかなりたまらないものがあるっていうか、うん、ちょっとね、うん、あれだって泣いてたじゃないですか、あれ。まあそう、じゃあ本当にあれ何も知らなかったんですよ。まあサプライズですからね。そうなんですけど。それ知ってたって言ったら、あの企画全否定ですよ。あ、そうなんだってね。なんだ、大人ってってね、なっちゃいますからね。あれ秋葉ですよね、あの場所は、学校が。あれちゃったっけ、神田。あ、神田、まあまあいいやね、場所はどうでもいいですね。はい、すいません。そう、だからその時に森先生に地図を渡されて、ここまで行けって言われて、うん、絶対なんか嫌なことしかないなって思って、うん、ね、ニヤニヤしてたの、ずっと森先生が。だからなんか企んでんなと思って、なんか嫌なことしかないんだろうなっていう嫌な予感しかなくて、でそれでまずドアを開けようと思ったんですよ。あ、みんながいると思って、あれとみんないなと思って、はいはいはい、ドアを開けようと思ったら開かなかったの、最初。多分2人がこうやって閉じ込めたのかな。開かなくて最初、はい、あれ開かないなって思って、うん、パッて開いた瞬間にブワーってめっちゃ開いちゃって、びっくりして逃げちゃって、うん、まずそうダーッと老化してきましたもんね。はい、ちょっとなんか怖かったです最初。怖かったんだ。でもね、あれ最高ですよね。ね、まさかね、そこでみんな歌ってくれてっていうね。しかもなんか普段、もうその時からマイグラデーショントスの発売というか、そういうのでいろいろインタビューを受けたりとかしてた時期だったんですけど、
なんかみんなあんま数に対してそういう多分卒業っていうのをずっと数が言ってなかったりとかもしてたからだと思うんだけど、数に対してすごいなんか良かったよとかあんまメッセージをその時あんま送ってくれなかったんですよ、だからその時に初めてみんなの本音を聞いて手紙を書いてくれてたみたいなんですけど、だからそれまで数はなんか申し訳ないなってずっと思ってて、申し訳ない申し訳ない、なんかみんなを勝手に引っ張っちゃってて、なんか勝手に自分のペースで突っ走っちゃって、みんなのこと全然何も考えてなかったなってすごいちょっと正直ずっと反省してた時期で、まあでもこれからちょっとみんなの、みんなともっともっと楽しんでいきたいなって思ってた時期に初めてみんなが、いやでもスーちゃんがこうやってやってくれてよかったよとかそういうことをちょっと言ってくれてて、ちょっとそれには本当に感動しました。あ、もうね、ミニヤキさんが泣きそうです大の男がステージ泣かないですよいやけど本当にあの毎回ね、あの特典 DVD が面白いですね。あの去年のもそうですけど今年もそうですし、はい、そうですね、うん、で、あのあん中でね、森先生と、うん、あの最初にその地図渡される前に、はい、将来の究極の夢はシンガーソングライターって言ってますよね。はい、あとなんか雑誌でもあのシンガーソングライターというかなりたいっていうのは、はい、いつぐらいからそう考えたんですか。どれぐらいかな、小6とか、あ、結構早いですね。まあ、中1とかそれぐらいの頃かな、まあ、でも特に中学生になってからです。あ、なんかに影響されてとか、なんか憧れのなんかその歌手が、ずっとゆいさんが大好きで、あのゆいさん、ゆいさん、うん、はい、ちょっとなんかいつも誤解されちゃうんで、あっちのゆいさんじゃなくてみたいな、あっちのゆいさんじゃなくてそっかそっか、なんか言葉を書き溜めてるみたいな、ちょっときさっき軽く聞いたんですけど、辻さんから言葉を書き溜めてると、はい、あのすそれ続いてるんですか。なんか日記が苦手なんですよあ、はいはいはい、はい、日記が書けなくてどうしても、で書いちゃっても3日ぐらいで終わっちゃうからだから、まあ、その日記代わりというか、はい、みたいな感じで今思ってることをその場で書いてみようっていう感じで、だからなんか、日記ってなんか毎日書かないとイライラするじゃないですか、だけどスンの場合は書き殴り帳と名付けてて、それをだから別に適当にバーって書いちゃってもいいし、日付が空いちゃってもいいし、その時に思ったことを書ければいいなって思って、だから本当に毎日毎日書いてる時もあれば1ヶ月ぐらい空く時もあるんですけど、でもペースは全然違っても結構がっつり書いてますね、いろいろ。ちなみに何、そういうのって詩みたいになってるんですか、それとももうちょっと日記帳みたいになって、その思ってることを全部書いてたりとか、あとどんなこと書いてる。でもなんだろうな、まあ、今日のレッスンでこうだったとか、誰々がこう言ってて面白かったとか、だから人が言ってて面白かったこととか、なんかスーが好きな今好きな歌とか、その歌の歌詞の中でも特に好きな場面とかで、それを想像してまた物語を作ってみたりとか、なんかそういうことはやってます。なんか作詞してみたいなみたいな気持ちもあったりするんですか。まあそうですね、なんかあの結構発想力がちっちゃい頃からすごいというか、なんか結構物語を書くのが好きなんですよ。だからでもそれでやっぱ歌とかに関していろいろ元気づけられたりとかもしてたんで、なんかもしかしたら自分にしか届けられないものってあるんじゃないかなって今は思ってて、まあ、実際に歌詞とかを作ってるってわけではないんですけど、でもなんか将来そういうこともやっていきたいなって思ってます。じゃあ歌聴くときも結構詞を読み込んだりとかっていうのも多いんですか、好きな曲は。そうですね、なんか歌のメロディーとかは知らなかったりとかするのでも、詞が好きだとかそういうのもなんかあるかもしれない。じゃあシンガーソングライターは今度曲ですよね。そうですよ、曲を作らなきゃいけないですよね。まあそうですねなんかやったりとかするんですか、楽器とか。楽器はずっとギターを始めたいなって思ってるんですけどあの、思ってはいる。じゃ桜のメンバーの中でギター持ってるとかやってるって子いるんですよ、はい、モアちゃんとかもギターやってるとかって言ってるんですけど、なんかあんま続かないって言われてて、じゃそれが怖いなって思って、なかなか始められずにいる状況です。ねえ、せっかくゆいさんがね憧れであれば、そうですね、ギターをね、あ、そうですね、見てみたいですけどね。絶対似合いますよだってあのあアーシャがね、だってそのそだギターを持ってますね、はい、今の桜学院 の, あのボーカルでギターも、ね、あいつ、ね、あのダンボールのすごい様になってますもんね、はい、あれもね。本当ですか、うん、
そう、そのジャケット撮影の時も、うん、なんかちょっとめっちゃかっこつけてたら褒められてすごい嬉しかったんですよ。そうあとあれです、うん、あのお姉ちゃんとパパがギターやってるんですよ、うん、ああじゃあいいじゃないですか、それだから教えてもらおうと思って、そっかそっかそっか、うん、あじゃあそれはもう早々にね、そう将来だからあのシンガーソングライターってあの言ってるのをその見たり聞いたりとかして、はい、でもうぜひねもう叶えてほしいなというか、うん、あのどんな歌を曲と詩を書くんだろうっていうの興味があるんで、うん、もうできればもう本当に来月ぐらいにでもあのもうすぐにでもね、もうすぐにでも、うん、そうなんですよね、その卒業した後も中本さんの活動を見たいってことですよね。そうです、要はだからまあ今けどベビーメタルがね、はい、ありますからね、そうですね、まあそれで、うん、ライブももう決まってますしね、うんうんうん、まあ、でもスーが今思ってることとしては、はい、そのまだ歌を作る段階ではないなって思ってるんですよ。あ、そう、うんうん、なんか自分自身のことあんま知らないなって桜学院とかベビーメタルの活動を通して思ってて、はい、自分自身のことを知らない、そうなんか、はい、よくわかんないんですけど、うん、あのその桜学院に入ってアイドルを知ったわけじゃないですか、はい、でそれでアイドルとしての自分がいて、うん、だけど普通の自分もいて、まあ、桜は結構普通の自分だけど、うんうんうん、ベビーメタルとしては、うん、あメタルもできるんだなって、かっこいい自分もここにいるんだなって思って、あなるほど、なんかそういう自分も知ったんですよ、うんうん、そのなんかライブの時とかも桜とベビーメタルでは全然感じてることとかが違ったりとかして、うんうん、だからまだなんかもっと新しい自分がどっかにいるんじゃないかなって、やってみたら全然引き出されるかもしれないってことですか、そう思ってて、だから、まあ、ベビーメタはまだそんなになんかがっつりメタルに踏み込んでるっていうわけじゃないので、これから本当にベビーメタルとしてはそういう世界をもっともっと追求していきたいなとも思うし、でもまた どっかに知らないものがあるんじゃないかなってちょっとすごい楽しみにしてて、それであれですか、なんかネギとか育ててみたり知ってたんですね。いやちょっとね、さっき辻さんからいろいろ、辻さんがいろいろね、教えてくれたんで、ええ、そうそれでいろいろ試してはちょっと飽きてみたりとか、うん、そうですね、飽きっぽいんですよ、飽きっぽいな、やっぱりちょっとね、そう話聞いてるともしかして飽きっぽいのかなと思って、けど1円は続いてるって話、あ、そう1円玉貯金されてるんですか、あでも、うん、あの1回1円玉寄付したんですよ、うん、おお、そうなんだ、引っ越しを機会に、あの、うんうん、あの中3で引っ越してきてたんですけど、その時は多分800枚ぐらい貯まってて、おお、すごい、おお、800円言っちゃえば800円なんだけど、言っちゃえば800枚相当な数ですよね、でもそれで1円玉を貯めてたからなのか、はい、1円玉を出せなくなっちゃったんです、あ お釣りとかで、ね、そう、お釣りとかで、だからどんどん貯めたくなっちゃう、お財布の中に1円玉ゾーンができちゃったんですよでそれがあまりにも溜まりすぎたんで、また貯金箱にちょっと入れるようになっちゃって、うん、多分今200、300ぐらい溜まってるんじゃないかな、あ、そうなんですね、だいぶ溜まりました、いや1円、10円とか5円とか、ま、にはいかないんですか、やっぱ1円なんか可愛いじゃないですか、可愛いですね、可愛いです、可愛い、それは可愛いです、うん、1円可愛いですか、ね、いや中本さんが言ってんだから当たり前じゃないですか、1円は可愛いですよ1円は可愛い、あ、お金に可愛いっていう感情がなかったもので、今初めてあの欲しいとかね、そういう生臭い感じはいっぱいあるんですけども、いや1円は可愛いです、あ、うん、集めるきっかけなの、あの集めるきっかけは友達が、ええ、あのいつもアクターの頃ずっと一緒に通ってた友達が、ええ、ある日、はい、携帯の待ち受けを見せてくれて、はい、それがなんか1円玉のタワーだったの、それでそこになんか何枚って書いてあって横に、ですごいでしょって言って自慢されてでその時多分小2とか小3だったから、はい、素直に本当にすごいと思って感動しちゃったので、なんかそうやったらちょっとお金持ちの気分になれるかなって思って、ちょっとそれからあの友達と競ってたんです最初、なるほどなるほどなるほど、だからすっごい長くないですか1円玉の趣味が、長いですね、相当じゃないですか、もう 5,6 年ってことですよね、だから最初は1円玉をちょっと友達と競争してたんで、はい、集めなきゃと思って、はい、別の子からなんか両替してもらったりとかして、両替だ、結構頑張ってたの最初、両替してまで、そう、はい、結構頑張ってたの最初だけど気づいたら本当に習慣になっちゃってて今では本当に1円玉出せなくなるぐらい、あ
そうですよね。あれですね、じゃドンキホーテとかに行くとレジのところに1円玉いっぱい置いてあるじゃないですか。4円まで使っていいんですよ。え、そうなんですか。もう無制限に置いてあるんですよ。そことかちょっとやばいですね、それ見ちゃったら。一回行ってみるといいですよ。ドンキホーテのレジには1円玉いっぱい入ってますからね。へぇ、そうなんだ。端数使っていいんですよ、そこ。あ、うん、4円まで。4円まで。どうでもいい情報ですけどね。卒業前に1円玉の話して、ね、貴重な時間。だけどね、あの、一番続いてるあれなんですね。1円玉ね。ね、だって、あと、料理とかちょっと聞きましたよ。あの、うどんをやってみた後はどうだったんだろうっていう。でも、はい、時々だけど、はい、なんか冷蔵庫にあるものとかを適当に炒めたりとかはしてますよ。それだってもうできる人ですよ、料理が。あとあれなんです、はい、あの我が家に土鍋があるんですよ。我が家に土鍋が。土鍋でご飯炊いてます。あ、すごい。それ大変じゃないですか。結構大変ですね。大変ですよね、うん、だって炊飯器だったらピーで済むけど。でもあのちょっとしたおこげとかが好きなんですよ。でそれって絶対出ないものだし、うん、だからそれから、まあ、でもほとんどママにやってもらってないですちょっと盛りました、ちょっと盛りました。、まあ、でも時々やってます。時々やってます。月にどんくらいですか。ごめんなさいね。まあ、1、2回かな。月に1、2回、うん、月に1、2回。ああ、そうかそうかそうか。あ、でもやってはやることはあるんですね、たまに。はい、そうですね。さっきね、秋っぽいのかねっていう話をしてたんですよ。いろいろやってきたっていう話を、これ興味があるってことがいっぱいあって、うん、秋っぽいというか興味が、ね、好奇心旺盛なのかなっていう。そうですね。だからちっちゃい頃からいろいろ習い事とかもしてたんですけど、うん、本当に3ヶ月ぐらいしか続かなくて全部。で唯一続いたのが歌だったんですよ。なるほど、そっかそっかそっか。そう、だから本当に歌ないとダメなんだな自分ってよく思ってるんですけど、でみんなにもよく言われます。あー、でも僕もだから心配なのは、うん、あのその後の桜学院ですよ。本当ですか？それは心配になりますよ。だって一番歌えるじゃないですか。ねえ、その辺、ね、歌パートが一番今多いですよね。まあそうです。だからそこがこう開くじゃないですか。うん、卒業と同時に、うん、過去に中本さんが歌ってきた曲のパートをこれから ね入れ替えなきゃいけないわけですよね。はい、その辺のなんか心配だなとか思ったりはする。でも去年3人分のパートが空いちゃって、うん、そうですよね。それをみんなで埋めてたんですよ。うん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 。だからまあそれがまあ大変だったっちゃ大変だったから、うんうんうん、今年も大変なのかなとも思うんだけど、うん、でも去年は一応数と、まあ、中2が大体増えて、でそれで5人で大体カバーしてって、うん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 、今年中1中2合わせると8人いるじゃないですか、うんうんうん、だから多分そこでカバーできるんじゃないんですか、うん、そう思ってたんですけど。結構じゃあ楽観的というかあれですね、もうまあ大丈夫だろうと。あ、そういろいろそういうタイプです。いろいろそういうタイプですよね。いろいろなことに関してあ大丈夫だろうって絶対思っちゃう、ね、なんか話聞いてるとそういう感じだなと思って、うん、逆にメンバーからすごい不安がられるんですけど、もうなんかスーさんが大丈夫だって言ってるから怖いみたいな、あれってよく。でもちょっと振り返る話していいですか。はい、その生徒会長になった時にやっぱりちょっとプレッシャー感じたりはしたこともあった。まあ、そうですね、うん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 、ずっと実際本当に12月とか1月ぐらいから、うん、なんか3人いなくなっちゃったら本当に数が一番年上になるんだよって言われてたけど、そうですよね、正直実感が全然なくて、うん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 、いなくならないだろうって思ってたんですよ。そんなことないと思います。はい、そしたら本当に4月になったらいなくなっちゃった、うん、待ち合わせとかにも来なくて。あーでもショックですよね。わかります。来ないってなってみんなで、うん、もうそれから焦り出しましたね。遅いですね。そうなんです。いなくなってから焦り出した。そう、だから今年の中2のメンバーには、うん、多分準備はできてるはずですよ。去年相当数の焦りが半端なかったんで、多分。でも焦すごい焦ったけどなんとかなった。なんとか。うん。なんか自分の描いていたこうしたいっていう桜学院が あったわけですよね。正直、うん、そんなに未来のことまで考えてない。考えてない。うん。そっかそっかそっか、なんか今あることで精一杯っていう感じが近くて、だからそのあゆみちゃんが作ってきた道をそのままたどらなきゃいけないというか、うん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 、なんか勝手に思っててずっと、うんうんうん、あゆみちゃんになんなきゃいけないみたいな、なんかずっとそう思ってました。ははは。それで一生懸命でした最初は。あ、
それはさっきあのなんか TIFF から変わったみたいなこう2012年去年の TIFF でなんかこうあのなんかインタビューでもメンバーを叱ったというか注意したっていうか、あ、そうだ、その話もちょっと聞きたいなと思ったんですよ。注意するってどう注意したのかなと思って、意見するっていうか、普段、うん、まず3人姉妹の一番下に生まれたところから始まって、はい、ずっとちっちゃい頃からお姉ちゃんの友達とかと付き合ってたんです。はい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 、まあ、同級生もいたけど、うん、あんま年下の子と一緒に動いたりすることって相当あんまりなくて、うんうんうん、で、まあ桜学院は一応年下もいたけど、正直結構上の3人と一緒にいることが多くて、でだから本当に今年になって初めて結構みんなと仲良くなったんですよ。今年になって結構喋るようになったというか、もともと普通に喋ってたけど、うん、なんかすごい仲良くなったのは、うんうん、今年になってからかなって思ってて、今年っていうかあれですよ、今年度ってことですか。まあ、今年度ですね、うんうん、で、うん、それで初めて、うん、だから本当に人に注意したりすることもなくて、うん、全然今までなんかこうしようねとか、こうした方がいいんじゃないとか、うんうんうん、なんかそれぐらいだったんですよ、うんうん、でもそれだけじゃなんかダメなのかなって思って。へー、何がそう思ったんですか。このままじゃダメだなって、あやみちゃんのこうなんでしょうね、あの道をこう一生懸命こう行けばいいやと思ってたのが、うん、どこでこう自分なりのっていう風に。でもそれはみんなが教えてくれました。スーは絶対気づけなかったかなって思うし、うん、その TIF のらへんってずっと毎週イベントとかもやってたし、部活を TIF で披露しなきゃいけないとか、テニス部も初披露だったりとかして、あとシャッフルユニットって言って他のアイドルさんといろいろやらせてもらってたりとかして、みんな頭がもうほんとパンパンだったんですよ。だからそんなに、だけど転入生の子にも新しいの教えなきゃいけないみたいな感じにいろいろなってて、だからみんな何からやればいいかわからないし、多分みんなが別の方向に心が向いてた時期だったんです、多分一番。でその時に桜学院って結構本当に本番前とかになって、あ、やばいやばいみたいな、本番前というか本当に 2,3 日前ぐらいになって本当に、あ、やばいってなって、うん、一気にキュッて集中することが結構多くて、うん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 、でその時も多分そっちが近かったんですけど、うん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 、本当に 2,3 日前ぐらいに、あとちょっとだよって大丈夫みたいな感じになって、うん、その話し合いみたいなのを一回しろってなって、うんうんうん、じゃあちょっと今までの桜学院を振り返ってみようまずなって、そのあやみちゃんたちが気づいてきてくれたものって何なんだろうなっていうところから、はい、その一回、リノンと花ちゃんが転入してきた時に、はい、一回桜学院でルールを作ろうって言って、はい、桜学院ノートっていうのを作って、はい、10個ぐらいルールを作ったんです、はいはい、決まり事というか、はい、これからこうしていこうみたいなのを作ったんですけど、それをまた転入生の子に教えつつ、みんなで振り返ってみようって、今までどうだったのかなっていうのを振り返りつつ、なんかそのだけどリハの時とかもそんなにあんまりなんだろうな、ちょっとだらっていうか、そういう気持ちがあったから、みんなこのままでいいのって、このまま本当にお客さんの前立っていいのっていう話をして、本当にやる気ないだったらやらなくていいよみたいな感じで、結構強めじゃないですか、うん、言ったのはその時が初めてだったんですけど、もともと結構人になんか注意する時とかも、うん、こうした方がいいと思うんだけど、あ、でもなんかもしあれだったらごめんねとか、うんうんうん、なんか謝っちゃうんですよ、勝手に。で、まあ、なんかいつも謝ってたらダメだよって言われてはいたんですけど、うんうん、その時も、うん、まあ、その時口では謝んなかったけど、心の中で本当に申し訳ないなと思って、なんか本当に言い過ぎたなって、なんかちょっとリーダー気取ってんなって思って、気取ってんな、リーダーですからね、はいはい、そうなんですけど、うんうん、なんかそういうちょっと自分に腹が立ってたら、うん、後でその TIF が終わった時とかに、うん、なんかスーちゃんがあれぐらい言ってくれなかったらこのイベントは絶対成功しなかったよとか、本当にちゃんと話し合いできてよかったとか、なんかみんながそういうのをちゃんと教えてくれて、気づかせてくれたっていうメンバーが、はい、そうですね、からそれからは結構言うようになったかなって、うん、へえ、そっか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 、あんまりね言うイメージがなかったんで、そう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 、でさっきも、ええ、そこまで強く言ったのではないのではないかみたいな話だったんですけど結構ね、そんな、ね、帰っていいよぐらいのことを行ったんだと思ってちょっとびっくりですね、それも、うん、そうですね、でも、ずっと転入式の時に会長ってなってから、うん、正直本当みんなのこと全然知らないなって思って個人面談を始めたんですよ、うん、
みんなが 今、今どういうことに対して悩んでるのかとか、なんか誰と仲がいいとか、なんかそういうことも含めて、あとちょっと苦手意識持ってるのかなって思ったりとかしたら、実際に聞いてみて、本当にそうだったらなんかその意識持ってるってことを、その子をスーが普通に喋ってる中であえてくっつけてみたりとか、なんか共通ワードをあえて見つけてみたりとか、なんかそういうことをして結構コミュニケーションを取れるようにしようって思ってて、だから今年スーが大体やったことっていうか、なんかあんまり本当なんかリーダーっていう感じじゃないじゃないですか、なんとなく。そんなことないと思いますけど。本当ですか。でもなんかあゆみちゃんほどなんかみんなのことしきれないから、そしたらみんながもっと頼っていいよっていう感じで言ってくれたから、結構みんなに意見を聞くようになりました。なんかこのイベントどういう風にしたいとか、今どう思ってるとか、なんかそういうことで、今年は結構話し合いとかをする機会が本当に増えましたね。でもそういうちょっとその武藤さんとは違うリーダー像を作ったってことですよね、つまり。まあ、そうなるんですかね。でもすごい本当にその時、その時で一生懸命だったんで、今思えばなんかそういうことやってたんだなっていう感じだったんですけど。そっかいいお話ですね。いやいや、もうまだ大丈夫です。まだ、もうちょいよろしくお願いします。はい、そうですね。だから本当に多分過去のこといろいろね聞かれることは多分多いと思うんで、次卒業した後、ベビーメタルはまあ決まってますけども、なんかやりたいこととかチャレンジしたいことってあります？まあ、歌が多分メインだと思うんですけども、なんかこういうことで今までできなかったけどやってみたいとか、歌以外とかね。歌以外か。でも、まあ、こういうのに関しては一回カレンガールズの頃に声優みたいなことを一回やらせてもらったことがあって、それからはそういうのにも結構興味を持つようになったりとか、あと実際やってみたいのが、まあ、1回出たことあるんですけど、ミュージカルを今すごいやりたいです。ミュージカル、そうですね、それは。皆さん、本当にステージに立って、わーってなんかやりたいですよ。わーって、今はできないんですか、それ。桜学院ではなんかまたミュージカルと桜学院とまた違うじゃないですか、全然。で、前学校でなんか演劇鑑賞会みたいな感じでミュージカル見に行ったんですけど、その時に本当に感動して、まあ、でももともと演技とかは全然やったことなかったんで、なんか、まあ、そういうのにもチャレンジしたいっていう気持ちもあるし、またミュージカルとかってこうやってずっとマイクを通して話すわけでもないし、そうですね、なんか本当にマイクない状態でいろいろやるじゃないですか。だからそういうのもやってみたいなって思います。けどミュージカルできそうですよね。歌えるし踊れるし、なんかそう希望すればなんか結構簡単にって言ったらあれですけど、早く実現しそうな感じしますけどね。本当ですかね。なんか想像つきやすいですもん、すごい。そう想像できるんですよ。すごい似合いそうな感じはします。卒業することに関しては結構もう前向きというか、なんだろう、本当はもうちょっと痛いなとかはそんなにない？そりゃ痛いですよ。ああ、やっぱそうなんだ。そりゃそうですよ。あ、そうなんですね。なんかもうそういうシステムじゃないですか。もう決まってるじゃないですか。だから、どういう感じなんだろうなとか思って。卒業が、あらかじめ決まってるのってもう桜学院さんだけですよね。そうですね。アイドルの中ではね。はい。だからこうね、毎日毎日卒業に向かってるわけじゃないですか。ね、そうですよね。みんなが。それが結構すごいなとか思っていて。けど逆にあれですかね、終わりがある方がやっててどうですかね、モチベーションとか。けど桜学院しかわからないから、そうですね、他のも体験してればあれですけど、そうですね、比較できないですよね。カレンガールズもね、1年っていう任務完了で1年ぐらいでしたよね。はい、そうですね。そっか常に終わりがあるという。まあそうですね。でもなんか、この間も今後のライブについていろいろ話し合って、みんなでどうしていきたいのっていう感じで話してたんですけど、でもなんか多分そうやっても卒業が見えてるからこそ、もうこうやってライブできるのも最後なんだなって思うからこそ、本当に最高のものを届けたいって思うだろうし、なんかみんなが多分本当にそう思ってくれてると思うんですよ。でプラス
その先生が言ってたのは本当に桜に入ってよかったって卒業式で思ってほしいって言って、うんうんうん、だから桜の校則の中で卒業まで完全燃焼ってあるんですけど、うん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 、なんかスーは正直その卒業っていう事実を一時期受け止めたくなくて、うん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 、一時期ちょっと何もしてなければこのまま時間が止まるんじゃないかっていう時期があったんですまあだけどそんなことはなく時は進み、はいはい、まあそうですね、残酷ですね、うん、そうですね、うん、だからもう逆にいやまだ残ってるからまああと10日あるじゃないですか、うんうんうん、でもあとまだ残ってるからその中でみんなに残せるものをもっと何かは正直よくわかんないけど、うん、数が頑張ってる姿によってみんなが何か感じてくれるんだったら、うん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 、その中でいっぱいいっぱいいっぱいみんなともっと思い出も作りたいし、だから多分10日後に本当に完全燃焼するんだろうなって思います。そっかそっかそっか、うん、今その絶賛リハ中というか、はい、な感じなんですね。はい、そうですね。もちろんあれですよね、その今度クワトルのとあれは全然内容違いますよね。はい、そうです、そうです。クワトルの場合ですね、ユニあれですね、部活ですか。クアトロの方はでも結構基本的にライブハウスなので、ちょっとライブハウス仕様な感じになってるかもしれないですね。そっかそっかそっか、うん、いやでも、うん、そのみんなでセットリストを見ながら、うん、29と31のことをいろいろ考えてたんですけど、はい、なんか29の時点でネネドンがあもう泣きそうとか言ってから、いやお前は絶対泣くなって。じゃあなんか29でちょっとあーってさせて31日に持ってくんだぞってちょっとみんなで誓ったんで。でも29は29であーっとするんですね。まあそうですね、そういう感じになってます。おそれはそれはもう多分大変ですよ、もう父兄の皆さんは、ね、耐えきれるのかっていうと。だから29は泣いちゃダメなの。29は泣いちゃダメ、泣いちゃダメ、本当に皆さんも泣いちゃダメ、皆さんも泣いちゃダメ。で31日にそれをそう 大爆発ですよ。全員がもう泣いてる中で一人泣かないっていう。そう、頑張んの、ね、私は頑張るの。泣いてるのを見たいんですね、みんな。メンバーも泣いて、森さんも泣いてほしいですね、森先生もね。森先生去年多分泣いてましたよね、絶対。いや、なんかね、泣いてるっぽい感じがしましたね。でも先生に言っても、いや俺泣いてないからとか強がってるんですよ。そう、倉本校長も泣かせてみたいな。ねえ、そう、多分ここに来てる人は全員多分、うんうん、全員泣きますよ。間違いないです。まあしょうがないですよね。しょうがないですね。それは、うん、あ、もう時間なんですね。もう時間が来てしまいました。ええー、ですよね。そうなんですよ。いやでもほら、そのためのリハですもん ね、はい、リハのためのもう行かないといけないんですよね、うん、そうなんですよ、うん、いやね、あの卒業が楽しみでもあり、寂しくもありっていう感じで、うん、本当に31日、ね、逆に去年の掃除でこうなんか新しい桜学院を作るのが先輩たちの恩返しだみたいなことを昨日 DVD で確認したんですけども。はい、はい、どうですか、1年間やってこられてまだ残ってますけども、はい、なんか中本鈴鹿色に染まった桜学院がちゃんと最後に見せられそうですか。見せられますよね。まあ、そうですね。だから多分そのためにもなんか楽しみなんです、卒業式が。スーはでもそう考えてます。最後のライブになるんだろうけど、最後だからきっと素敵なライブになるんだろうなってスーはそう考えてて、で多分みんなにもそういうことをよく言ってるんですよ。最後だから本当に今まで以上に本当に今まで出せなかったものを精一杯出そうって言ってるから、うん、スーはそうですね、楽しみです。皆さんもそういう風に思ってもらえたら嬉しいなって今思ってます。思えない。なんかね、だんだん しんみりしてきた俺。だんだんなんかこう、そっかもうっていうなんか、ね、うんうん、そうですね、はい、はい、もうそうか、あと2回かってね思うとね、ちょっとまあ楽しみに、ね、それは後で飲み屋で、はい、話してやることにしてもね、桜水産でじゃあ最後にメッセージをっていうのは、見てるこれストリーミング放送もしてるんで、そうなんですよ、会場の方もあれなんですけど、ストリーミングでもたくさんの方が あそこか かな、こっちもあります、はい、ご覧になってるんで、なんかメッセージ的なことを、ええ、はい、そうですね、今日は本当に
休日なのにこうやって皆さん来てくださって、しかもこちらの方も見てくださって本当にありがとうございます。まあ、卒業まであと約10日ぐらいなんですけど、まあ、卒業ライブに向けて今絶賛リハ中なんですよ。で多分その中でみんなの気持ちがだん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 高まってきて、多分最後のライブになるけど最後だからきっと素敵なライブになるんじゃないかなって思って、すぐは今から楽しみなので、皆さんも本当に楽しみだなって思って、皆さんにきっと素敵な2012年度の集大成をお見せできるように今みんなで頑張っているので、ぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。いや今のでももうジンときてます僕、ね、もうダメだもうダメだ